はいどうぞ持ってこい。うん、めっちゃ濃厚、おいしい。ホームパーティーなんかにこれ出したらすっごい喜ばれると思うんですよ。いらっしゃい、ラーメンつけ麺かけちゃん、ね、ということで今日もやっていきたいと思います。本日はですね、いろんな方がねリクエストで、ぜひ味玉を作ってもらいたいということが多かったので、本日は味玉を作っていきたいと思います。ただ単にでもね、あの味玉作っても面白くないんで、僕なりのアレンジを加えた味玉を作っていきたいと思いますんで、ぜひご覧ください。それではまず材料の方から紹介していきたいと思います。詳しい要領の方は概要欄に載っておりますんで、ぜひ概要欄をご覧ください。まず、沸騰したところにですね、冷蔵庫から出したばかりの卵を入れていきます。でこれ卵に穴開けたりする方いらっしゃるんですけど、別にそんなのもうめんどくさいんで、自宅で作るんで別に多少割れてもいいじゃないですか。なんでこのままいきたいと思います。穴開けたりすればそれは確かに割れづらくはなるんですけれども、まあ、別に自宅なんで特にいいかなと思いますね。このポイントは沸騰したところに入れていきます。1個2個3個4個で、火加減あんまり強くしないでくださいね。これくらいでキープしていきます。そして7分30秒スタートしました。ではその間にですね、タレを作っていきたいと思います。まず塩卵も今日作っていきたいと思いますので、塩卵にはまずこちらのお水にお塩を入れます。そして味の素少々入れます。そしてこちらの昆布ですね、昆布の方も入れていきたいと思います。そしてこれが溶けるように混ぜていきたいと思います。でただ完全には溶けきらないんで、これくらい混ぜていただいたら塩が溶けるように30秒ほど電子レンジでチンしていきたいと思います。では続きまして、次は醤油卵ですね。これは、お水にめんつゆを入れていきます。そして醤油の卵の方は甘い方が美味しいんで、お砂糖も入れます。これもよく溶けるようにこうやってちょっと混ぜた後に電子レンジでチンをしていきたいと思います。さあもう間もなく時間が経ちます。7分30秒経ちました。そうしましたらこれを一気に持っていって氷水につけます。これ氷水につけることがポイントです。氷水につけることによって、あの皮とですね、こう白身の間が離れますんで、あのポイントとしては氷水に入れて卵を冷やすようにしてください。それでは割っていきたいと思います。よいしょ。ここから出していただいて、水の中でやった方がすごいね、あの割りやすいですよ。こうやって全体をこうやってですね、卵をこのように崩していただいて、こういう状態ですね。こういうもう全体がバリバリになったら水につけるんですよ。そうすると卵の白身とこの皮の間に水が入ってですね、スルスルとこのようにきれいに早く美しく剥けるようになりますので、ぜひやってみてください。よいしょ。こうやってつけながら1日ね、僕ねこれね昔ね毎日ね500個ぐらい剥いてました。誰が一番卵をね剥くのが早いかとか昔ねよく競い合ってたんですよ。これはい、4つ終了です。そうしましたらこれをジップロックに入れてタレに漬け込んでいきたいと思います。じゃあまず塩の方からいきます。よいしょ。でポイントは昆布も一緒に入ってるんですけれども、昆布はだいたい2時間ぐらいしたら取り出していただきます。で続きまして醤油用の卵ですね。お醤油です。お醤油味、こちらもあの概要欄に載ってる量があるんですけれども、めんつゆはねメーカーによってちょっと割合が違うんで、あの味としてはだいたい揚げ出し豆腐と同じぐらいの濃さに調整してからお砂糖入れてください。ではこれで5時間以上漬けていただくとだいたい出来上がりとなります。はい、では5時間冷蔵庫で寝かします。それではですね、2時間経ちましたんで一旦昆布の方を取り出したいと思います。そしてまたここから3時間以上はですね、味を染み込ませるために冷蔵庫で保管していっていただきたいと思います。さあそれではですね、あれから5時間経ちましたんで、早速冷蔵庫から出して盛り付けをしていきたいと思います。こっからがアレンジですから、
今まではただのラーメン屋の味玉とか塩玉作ってるだけですからね。こっからが辻田流のアレンジになりますので、ぜひご覧ください。あ、それからこっから先見たい方はぜひですね、チャンネル登録と高評価の方をここでお願いします。はい、それではまず出していきたいと思います。おお、いい感じで染みてます。それではですね、こちらの卵の方を切っていきたいと思うんですけれども、実は皆さん多分ね、結構包丁で切られてる方多いと思うんですね。ただこれ包丁で切ることによって断面が汚くなってしまうんで、綺麗に切る切り方、これ綺麗に切る切り方としては、この糸を使って卵を切っていきます。糸をこのように蛇口のところに結んでいただいて、結んだらこっちは手で持ちます。でそこの間を通すんですけど、通す時にポイントがあります。この卵を見ていただくと分かるんですけれども、形がここいびつですよね。ここいびつ、このいびつなところをこうやって入れてしまうと卵の断面がいびつになってしまうんですね。なんでいびつなところは後ろに隠して綺麗なところを見せます。でこうしてここから入れたら、このようにスライドしていきます。そうしてここのお皿の上に持ってきて割ると、このように綺麗な断面ができます。じゃあもう一個やってみましょう。もう一回いきます。これ断面が綺麗なんで、これはどこ切っていただいても大丈夫です。ただここが欠けてたりするようなところは、欠けてるところに糸を入れてしまうと汚い断面が見えてしまうんで、必ず綺麗なところに入れるように、このようにして入れます。それでお皿の上で割ります。このようにトロトロの卵ができているわけですね。で断面もなおかつ綺麗な断面が出来上がります。さあ、じゃあ続きまして盛り付けの方をしていきたいと思うんですけど、盛り付けに使うのはこれラー油ですね。あの食べるラー油、それからご飯ですよ、それからこちらですね、イクラ、それからこれセブンイレブンで売ってるこちらメンマですね。こちらの4種類を使って盛り付けをしていきたいと思います。それではまずイクラいきます。これものすごく濃厚になりますから、濃厚な卵がさらに濃厚になりますよ。これで醤油の方にも両方どっちも合いますから、どっちにも乗せてみてください。これねめっちゃ美味しいですよ。続きまして食べるラー油いきましょうか。これ食べるラー油、ポイントはラー油はよく切ってください。この上の美味しい部分、食べるラー油の食べる分、この辺を乗っけていきたいと思います。ねえ、めっちゃうまそうじゃないですか。続きましてなんとご飯ですよ。こうして、はい、すいません、やっちゃいました。メンマも用意してたのに、イクラがあまりにも好きすぎてイクラを多くしたらちょっとメンマのところがなくなっちゃったんで、もう1個ありますね卵、ごめんなさい。じゃあこれはメンマ用にします。でメンマはごめんなさい皆さんね、あのメンマだけはちょっと刻んでください。はい、うん、美味しそう。よし、これで最後で仕上げですね。これもね大事なポイントなんですけど、やっぱりねこれ彩り欲しいんで、まずイクラには万能ネギ、味もねこれ万能ネギ入って清涼感出て美味しいですからね。こんな感じかな、美味しそう。これねお客さん来た時のなんかパーティー料理のね、あのクラッカーの代わりみたいな感じでね、いいですよね。クラッカーだとね糖質あるけど、卵は糖質ないですからね。ご飯ですよね、ねごま振りましょう。ちょっと黒すぎてね美しくないんで、これくらいかな。よし、これで完成だ。はい、どうぞ持ってこい。それでは早速食べていきたいと思います。カンカンカン、いただきます。これね、いただきますって感じじゃないですよね。これ美しすぎて、これ本当にあのホームパーティーなんかにこれ出したらすっごい喜ばれると思うんですよ。これちょっと改めてこれもう一回見て、これ本当にね綺麗。これね、よくぞ考えたなと思って、僕も自分で言うのもなんですけどね。イクラを食べてみたいと思います。あ、それからこれお皿の上にねしっかりこう卵が綺麗にならない時があるんですね。こう卵って丸いから、そんな時は少しここをカットしてください、包丁でね。そうすると簡単に乗りますから。あ、見てください、ほら黄身が、わかるかなこれ、黄身がもうこうとろっと垂れてきてる、この感じね、めっちゃうまそうでしょ。じゃあいただきます。うん、めっちゃ濃厚。うん、美味しい。これクラッカーの上に乗せてるような材料だったらわりかち何でも合うと思いますよ。だからこれね、実はチーズなんかもいいと思います。チーズ乗せていただいても美味しいし、何乗せていただいても美味しいんで、
例えば味の濃いものを乗せるときにはちょっと味玉のつける時間薄くしてみたりとか、いろんな調整していただくといろんなアレンジが効くと思いますので、ぜひですねホームパーティーの時なんかに一品としてやっていただくと、それだけでねテーブルの上が華やかになると思いますので、ぜひやってみてください。本日はですねここまで見ていただいてよかったなと思う方、またホームパーティーでやってみようかなと思っていただける方は、ぜひチャンネル登録と高評価、それからコメントとかレシピのリクエストなんかもぜひ受け付けておりますんで、よろしくお願いします。本日はラーメン屋の味玉のアレンジ版でした。ありがとうございます。良い良い良い朝ということで、面白かったり参考になったと思っていただいた方はチャンネル登録と高評価よろしくお願いします。